和郎です。今日はですね、このテントを紹介したいと思います。結構ですね、ツイッターとかインスタグラムで、フェイスブックでもちょっとですね載せたら、すごいですね反応が良かったんですよ。みんな欲しい欲しいってですね。まあネチャハイクのヒビ3っていうテントがあるんですけど、そのテントの多分ヒビ3ってあるんですけど、そのテントの多分 OEM だと思います。しかもですね、値段が7900円、安いっすね。スペックとかまたこっちの方に乗っけときますので、こっちの方に乗っけときますので、参考にされてみてください。それでは設営していきたいと思います。中はですね、ポールが3本と、ペグですね、ペグが確か16本だったと思います。16本入ってます。で、ガイロープはもうテントについた状態で、インナーはですね、届いた時は別々です。フライとインナーはなので、もう取り付けてある状態なんですけど、届いた時はですね、インナーはつけてください。ジュラルミンですね。非常に丈夫です。で、軽いです。で、赤が1本 とこの金ですね、ゴールドが2本あります。で、ポールをですね、差し込む際の、コツなんですけど、できるだけポールをですね、先にも短い状態で出しておくことですね。まだ全然入ってないんですけど、この状態で差し込むと、一気にグッと押し込んでですね、差し込むとですね、設営しやすいです。で、一応ですね、色分けしてあります。赤ですね、合わせてあります。で、残りのゴールドは特に色はついてないんですけど、2箇所ですね。で、ポールはですね、こう真ん中のサブポールと、あと X 状にメインポールを入れます。で、スリーブはですね、結構ですね、大きめにできているので、通しやすいですね。で、ポールがアルミなので、引っかかりにくいです。通しやすいですね。で、まずですね、この赤いポールから立ち上げます。あっという間に設営完了しました。こんな感じですね、ぐるっと回りました。結構ですね、大きいんですよ。首脳サイズがコンパクトになる割には膜自体大きいです。で、一応ですね、大まかにペグダウンするところは大体6箇所ですね。あとですね、2箇所は、2箇所ペグダウンするところがあります。
で、ガイロープですね、もうすでに付属してありますね。6箇所です。でそして、ベンチレーターですね。ベンチレーターがですね、こちらに1箇所ですね。まず1、2、3、ベンチレーターは4箇所あります。で結構ですね集中してますね。ここ3箇所集中してて、で前室に1箇所で、まあ、閉じられるし、まあ、開けて固定することもできます。で中メッシュですね。で昨日ですねちょっと一泊でキャンプしたんですけど、全く結露しなかったですね。すごいです。このベンチレーターがやっぱちょっと大きいからですね。それも多分あるんじゃないかなと思います。大きめのベンチレーターでしっかり換気されて、まあ、もちろん閉じて寝たんですけど結露しなかったですね、うん、すごいです。でちょっと開けてみましょうかね。着はですねスムーズです。たまにですね噛むんですよ。ちょっとこう引っかかる時もあるんで、着自体はですねすごいスムーズなんですけど、たまにですねここに引っかかって、はい、中はこんな感じですね。結構広いです。で昨日ですねここにチェアを置いてテーブルを置いたらですね、ちょうど良かったですね。全くまあちょっとこう個室感が出て、うん、でこの紐がですねこのバンドがちょっと緩いんですよね。調整できるわけでもなく、まあでもこれがないとですねシェルターとして使った場合は必要になるんですね、これが。でインナーは吊り下げ式です。でゴムなんでですねこういう伸縮性があってちょっと便利です。でインナーもスムーズですね、チャックは。でインナーのこれがランタンフック。まあ前室はですねランタンフックはないです。まあただこっちにですねあるんでですね光は全体的に行き渡ると思います。でインナーが広いんですよね。こあの小物入り1箇所ですね。すごいですね、広いです。2人用、まあ、2人で寝て、まあ、前室に荷物を、でソロキャンプだったら、まあ、こっちにテーブルと椅子を置いてもいいし、うん、ソロキャンプだとすごい快適ですね、うん。で先ほどご説明したベンチレーター3箇所集中してます。でメッシュがですね4分の1くらいかな。で出入り口はフルクローズにはできません。うん、まあ、ただですね、まあ、例えば前室にですねまあもちろん一酸化炭素中毒注意しながら換気しながら、まあストーブを置いたとしてもですね結構温まると思います、うん、そんなに下空いてないしですね、うん、で生地がですね、まあ、190ポリエステルタフタですね。結構ですねまあ分厚いって感じじゃないんですけど、まあ、そこそこ厚みはあります。で引き裂き音がやっぱ強いですね。タフタ縫いなんで。でこちらもオックスフォード生地なので、さらにですね丈夫です。ポリエチレンではないので大丈夫ですね。でシーム処理もしてあります。バッチリシーム処理もしっかりしてありますね。ただですねちょっと縫製がですね雑な部分がちょこちょことあります。まあ、7900円なんで、まあ、まあ許容範囲ですね、そこら辺はですね。いや本当にお値段以上のテントだと思います。すごい。一回ちょっとテーブルと
椅子を置いてみましょうかね。どんな感じになるか。テーブルとチェアを入れてみました。だいたいこの辺りにチェアを置いてテーブルを置いて、まあ、こっちにもですね横にテーブルを置けば、まあ、こんな感じで座れます。こんな感じですね。結構ですね広角なんでちょっと広めに映るかもしれないんですけど広いですよ、はい、ソロにちょうどいいですね。もちろんですねこれ閉じても大丈夫、でも大丈夫です。雨が降ってきたら閉じてしまえばですねフルクローズでキャンプができます。ただちょっと暑いですけどね熱中症にならないように気をつけてください。で一応こっちも後ろも開くからですね両開きなんで、まあ風の通りは良くなります。どっちとも開ければですね。いやいいっすよ引きこもりキャンプができるテントですからね。これで7900円ですから、ね、安すぎます。そうですね、あのハイバックは難しいかもしれないですね、まあ、標準的なこのタイプの椅子なら全然問題ないですね。ちょっと横になってみたいと思います。よいしょ。あ広いですね。めっちゃ広いですよ、うん、まあ大人2人だったら全然いいですね、うん、3人は厳しいかな。大人2人、子供1人もちょっと狭いかな。やっぱ大人2人でしょうね使うならですね。ソロキャンプか大人2人ですかね、うん、天井もですねまあまあ高いです。まあ着替えとかもですねしようと思えばできます、ね、中で。まあ頭はこっち向けた方がいいかな。頭こっち向けて寝た方がいいですね。ちょっとですね、インナーを外したいと思います。中はですね、広々としてます。まあ、ちょっと立つのは難しいですけどね。少し前かがみになりますけど。広いですね。まあ、シェルターとしても。使用できます。ちょっと UV 加工されてるみたいなんで、まあ、テーブルとか、まあ、ポットとか置いてですねシェルターとして、キャンプすることもできます。水をかけてですね耐水圧実験したいと思います。しっかり弾いてますね。弾いてます、うん、さすが190ポリエステルタフタだけありますね。中はどうでしょう。まあジッパーのですね、ところに、まあ、雨が侵入しないようにですねきちんと、こういうものがついてるからですね。ジッパーからは入り口、出入り口のジッパーからはですね雨が侵入することはなさそうですね。お、ちゃんと、うん、雨漏りしてないですね。大丈夫そうですね、うん、いい感じです。大丈夫そうですね、うん。ボトムはですね一応しっかりシーム処理はしてありますけど念のために、耐水圧実験したいと思います。
圧をかけてですね。よし、さあどうでしょうかね。あ、大丈夫そうですね。漏れてきてないですね。しっかりシーム処理してあるんでですね、バッチリです。テントですね、紹介してきたんですけどいかがだったでしょうか。やっぱこのテントのですね、メリットはこの広い全室ですね。であとはですね、設営のしやすさ、インナーを吊り下げたまんま設営撤収ができるというですね、非常に、楽です。あとポールもですね、ジュラルミンで、耐久性もあるし、スリーブもですね、ちょっと広めにできているので通しやすいです。で生地もですね、ポリエステル190ポリエステルタフタフライですね。あとボトムもですね、インナーのボトムもオックスフォード生地なんでかなり、丈夫ですね。でシーム処理もしっかりしてあるし、縫製がちょっと雑な部分がありますけど、まあ許容範囲ですね、値段からしたら。でベンチレーターもですね、全部で4つついてるので、まあ、結構大きめのベンチレーターですね、ついてるので結露しにくいですね。昨日も一泊したんですけど全く結露はありませんでした。驚きましたね。でしっかり撥水するし、耐水圧も大丈夫そうですね。雨が降っても3000ミリあるからですね。まあ、一般的な傘が500ミリなんで、だいたい500ミリですね、耐水圧が。だからそれに比べたらもうだいぶやっぱり高いですね。大雨でも安心です。まあデメリットで言ったらですね、まあやっぱ先ほども言いましたけど、ちょっと縫製がまあ雑な部分ですかね。まあ気にするほどでもないですけどね。シーム処理もしっかりしてあるし、まああとはなんかこういうテントの特徴なんですけど、テントのインナーの中に足跡があったとかですね、まあ、そういう類のもの、あとはなんかこう落書きじゃないけど字が書いてあったとかですね、そういうのもまああるっちゃあるんですけど、まあこれにはなかったですね、足跡とか落書きとかですね。まあだいたいネイチャーハイクの TB3 がまあ2万超えるんで、3分の1で7900円でこれだけのスペックの、まあ、テントが買えるとなるとかなりお買い得だと思います。はい、まあ、これから撤収していくんですけど、まあ、片付けする時のコツとしてはですね、インナーの出入り口をですね、少しファスナーをこう開けとくとですね、畳みやすいです。空気が抜けやすくなるからですね。まあ、乾きも早いですね、やっぱポリエステルだけあってですね、あっという間に乾きました。結構ですね、適当に畳んでも入ることは入りますのでご心配なく。ちなみにですね、収納袋の、裏側はシーム処理してないので、まあ、雨漏りするんで気をつけてくださいね。ちょっとですね、重量を測りたいと思います。3.8 キロですね。ペグをちょっと抜いてみたいと思います。ペグを抜いたらですね、 3.5 キロまで落ちましたね。
ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。よかったらですね、チャンネル登録お願いします。今後の励みになりますのでお願いします。テントのご質問とかですねありましたら、何でもご相談ください。はい、ツイッターとかですね、フェイスブック、インスタもやってるので、そちらの方でも構わないので、よかったら、はい、気軽にご質問してください。それでは。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。